カルテイロミケスホールテロミシズは毛カビ目のカビの一つ。弓毛カビアブシディアに似るが、胞子脳がダンベル型という独特の形をしている。以下、タイプ種にして知られている唯一の種であるエイジラディオテスに基づいて記す。通常の培地で、よく成長、胞子形成を示し、合成無効ル倍値上で、摂氏25度で培養した場合、 5日で直径9センチメートルのコロニーにまで成長し、高さも2センチメートルになる。コロニーは当初はごく淡い紫になり、次第に薄いオリーブ色を帯びた灰色になる。匂いは特にない。補腹禁止をよく出し、その径は3.5から5.5マイクロメートルで、途中にコブ状の膨らみや放射能柄を出す結節を生じる。核壁は時折入り、表面は 滑らかか、わずかに荒くなる。色は、無色から明るい灰色を帯びた黄色。先端に生じる過痕は単一化分子しまれに核壁が入り、無色。なお、他の媒地でもよく成長する。PDA では、合成無効媒地と、同程度で、ジャガイモ人参ンン寒天媒地やザペック寒天媒地では、よりよく育ち。後者では、補腹禁止や過痕が、暗色になった。 胞子脳柄の様子無性生殖は、大型の胞子脳内に形成される胞子、脳胞子による。胞子脳柄は、補腹筋止状に出て、大抵は4から7本が、補腹筋止状に形成される、結節状の膨らみからまとまって出るが、時には単独でも形成される。ごく稀には、気質状の筋止から出る。放脂脳柄は、長さ50から90マイクロメートルで、 太さ1 9から2.6マイクロメートル、通常は分子は出さないが、稀に分子が見られる。表面は滑らかで、無色から明るい灰色を帯びた黄色で、はっきりしない核壁がアポフィシスの下7から12マイクロメートルの位置に形成され、これは、方子形成時にはよりはっきりしてくる。方子脳は、典型的にはダンベル型をしている。稀にような仕や、休憩の場合もあるが、 基本的に、胞子脳の型は一つだけである。ダンベル型の胞子脳は、長さ23から33マイクロメートルで、先端部は明らかに丸く膨らんで、計11から16マイクロメートルになっている。また基部にも膨らみがあって、こちらは、計11から16マイクロメートルある。それら二つの膨大部は胸部によって隔てられており、この部分は先端に向けて細まっており、 先端の膨大部のすぐ下で一番狭くなって、その径が5から7マイクロメートル。時にこの胸部に、膨らみが生じて3つの膨らみが並んだ、団子状になる例も見られる。胞子のおそのものは、表面が滑らかで透過光では明るい排気色に見え、反射光では初めはピカピカして見え、後に霜が降ったような白になる。帽子の壁は透明で薄く、時間をかけて崩れ。 基部の膨らみの上の部分を残して、塊に分かれる。柱軸はあり、ドーム型から半球型で高さ4から8マイクロメートルで、幅10から12マイクロメートル、無色から明るい褐色をしている。その壁は薄く、古くなると陥没するのが普通である。襟は不明瞭。柱軸から、放射能柄に続く膨らみであるアポフィシスは、典型的には、 ロート上で高さ5.8から9.0マイクロメートル、幅6.4から7.7マイクロメートル、胞子脳が、休憩のものでは、ゴングロネラゴングロネラにどこか似た感じになる。アポフィシスは滑らかでその壁は、柱軸より厚く、明るい灰気色。胞子脳胞子は細長く、長さ3.5から4.5マイクロメートル、幅1.6から1.0マイクロメートルで、 表面は滑らかで内容は均一に見え、無色から明るい灰色を帯びる。厚膜胞子は観察されていない。知られていない。原記載で覗くの記載は以下のようにまとめられている。学名はギリシャ語でダンベルを意味するハルテレスと、カビを意味するマイセズとに由来する。本属はタイプ種の原記載の株のみでしか知られていない。産地はオーストラリアであり、分離源は 地区冊から流出したおでいであるとのことで、賛成に調整した倍地状に置くことで分離に成功したが、同じ場所で追加の分離は試みられたものの成功しなかったという。株そのものは確保されているために、それを用いての検討は行われている。この属は明らかに弓毛カビ属のものに似ており、具体的には以下のような特徴が挙げられる。 これらの特徴はまたゴングロネラ属にも共通するが、この属ではアポフィシスが球形に膨らむほか、柱軸が小さい。結果微目の放射能は球形のものがほとんどで、本属のものはその形において独特である。同じく球形を大きく逸脱した放射能を作るものにサクセニア・サクセニアがあるが、この属のものは口が細い管になったフラスコ型をしている。 さらにこの属では、奉仕のお壁は丈夫で崩れることなく、内部の奉仕の奉仕は細く突き出した、先端部に開く、小さな穴から溢れ出る。その点で、結果微目には、類例がなく、本属のものは形こそ独特ではあるが、奉仕の放出の方法はむしろ普通である。このような特徴から、本属は、弓結か美属にごく禁煙なものと考えられた。 例えば1996年のイントロダクトリーミコロジーフォースエディションでは弓毛カビカアブシディアセを立て、直接には本属に触れていないもののここに含めることとしているらしい他方で2001年のディクショナリーオブザ・フーンギ・ナインスエディションでは弓毛カビカを認めず本属はケカビカムコレシーに含められ当然のように弓毛カビ属もここに置かれている ただしこのような無償生殖と有性生殖の期間の形態に基づく分類体系は分子系統の情報から系統関係を反映しないものであることが明らかとなり、ケカビメの分類体系は大きく変更されることになった。ホフマンへールでは、本属はクスダマカビカカニングハンモロチーとされている。タイプ属であるクスダマカビカニングハメラは、 大きい方子能は作らず、単法子の小法子能を板田機能の表面に一面に並べるものなので、本属との共通点はほぼない。ただし、この体型での楠玉カビ科には弓毛カビ属のものが含まれる。弓毛カビ属は分子系統のもたらした情報もあっていくつもの属に分かれてしまい、それらは毛カビ目の系統樹のあちこちに散らばっているが、 その中心的な部分は未だ弓毛カビ族の名のもとにあり、それらがちょうど本族と同一のクレードを形成することとなっている。つまり従来の判断が生き延びていることとなる。ちなみに、ゴングロネラ族も若干離れているが、同じトガに含まれるとの判断が出ている。ただし、逆に本族のものの位置は、そのような残った弓毛カビ族のクレードの中に収まっており、 むしろ本族の独立性が疑われる事態となっている。上記のように本族のものはタイプ種のタイプ株でしか知られておらず、より多くの株を得た上での検討が求められるところである。もっとも本族と弓毛カビ族の違いは、法子脳の形以外にはほぼないので、この種を弓毛カビ族に含めてしまうのに、さほどの問題はないとも言える。シプタンイシッペール。 p338 ケカビ類の培養に標準的に用いられる合成倍値以下シプタニスキパーアップ340シプタニシッペール p337 ハットシプタニシッペール p337 ハットシプタニシッペール p338 シプタニシッペール p337 ハットシプタニシッペール p340 ホフマンアルプ71 ありがとうございます。